シリュウ、久しぶりだ。シリュウ、こいつがキャンサーのデスマスクか。そうだ、強行の素顔を知りつつもあえて犬のように従順に仕えているゴールドセイントの風上にもおけんやつだ。相変わらず口の減らんガキめ。この無数の死に顔の仲間にお前らも加わることになるのだ。何？あ！この無数の死に顔どもは全て今までこの俺が殺した奴らよ。その霊が浮かばれず成仏できずにこの俺が預かる巨海球の中を永遠に漂っているのだ。奴らの苦悶の表情を見れば死んでもなお苦しんでいるざまがわかるだろう。なんてやつだ。いわばこの無数の死に顔どもは俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか、コウゼ。デスマスクと俺が呼ばれるのもそのためだ。そんなものが勝利の証や強さの勲章になどなるものか。シリュウ、よく見ると幼い子供たちの顔も無数に混じっているぞ。何、子供までも。デスマスク、貴様。知らんな。敵を追い詰めるとき巻き添えになったガキがいたかもしれんが、まあ悪を懲らしめるための尊い犠牲というわけだ。些細なことだ。何だと？悪を懲らしめるための犠牲？悪とは何だ？魂を邪悪に染めたお前が悪を懲らしめるとは正直千番。思い上がるのもいい加減にしろ。戦争でもいちいち女子供を避けて爆弾を落としているわけではあるまい。それと同じだ。黙れ。セイントは常に正義の戦いをしなくてはならないのだ。まだまだガキだ。なんてこと。待てセイヤ。デスマスク、貴様にはゴールドクロスをまとう資格は一かけらもない。セイントの名にかけてこのシリュウ、全力を込めてお前を倒す。シリュウ、俺の怒りもぶつけてやるぜ。セイヤ、お前はさっき決めたように次の四死球を目指せ。しかし早くしろ。突破しなければならない球はまだこの先8つも残っているんだぞ。分かった、シリュウ、お前に任せたぜ。ペガサス流星拳。これが流星拳か。小僧。お前の相手は俺がすると言ったはずだ。シリュウ、お前とは五老法での因縁があったな。よかろう。